ザトイズは太陽国の男性歌手、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。本名タンワーはンスンヌーン。英語表記では監視座を伴う複数型トイズとなっているがソロミュージシャンである。太陽国にてデビュー以前より音楽プロデューサー的な活動をアイドル歌手などと共に開始する。プロとして本格的に音楽に関わる職業に就く道を模索する過程で、 デビュー前に自身で創作した楽曲を YouTube を通じてネット上で拡散することに成功し話題を得る。同時期に第9回オーバードライブギターコンテストにギタリストとして出場し優勝する。2017年にホワット・ザ・ダック・レイベルと契約。デビュー曲ビフォーレーンは作詞、作曲、編曲、歌唱、楽器演奏、プロデュースをすべて一人でこなし。 デビューと同時に、異例のヒット。その年の主要な音楽賞を多数受賞。生誕より、デビュー直前まで2017年現在までその後も、ライブハウスへの出演、母、ニッタやブンスンーンをゲストに迎えてのイベント、音楽フェスへの出演、テレビの情報番組へのゲストで歌唱など、現在に至るまで、精力的に活動を続ける。ありがとうございます。